新宿のど真ん中で前をしていただくというわけなんですけれども、本当にあの伊佐丹さんには違う意味で結構いろいろお世話になってて、あの出身自分があの八王子なんですよ。中2までいたんですけど、立川の方にですね一つ伊佐丹があって、昔ちっちゃい時よくあの和菓子を見るのが好きなんですよ、なかなか。でよく歩き回ったりして、そんな記憶があるんですけど、そうですね、今回本当にまあハワイのイベントやってらっしゃって、もう来た瞬間これワイキキじゃんって、ワイキキそのまんまなんですよね。これ「ビューティフルスターズ」っていう曲をしたいと思います。ハワイの星空をイメージして作りました。ございます。